Eric and Tai Weber. Zenny, Deba, Deba, Hakeniwa, Debo, Tintin. ゲーマーみたい今俺らスタイリッシュデイブと呼んでください。なんだこの米、画面見てなかったのこいつ。武器をよこせ。あーちょっヘブロック、ヘブロックあるよ。なんか中国一人で撃ってるって銃が上がって言ってる。ジャックお前こっち二度見すんなよお前マジで。よし行くぞ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 。こいつ閉じやがった。待って、なんか虫がいる。出てきた出てきた出てきた。兄貴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 。待って待って、虫殺した兄貴兄貴。出てきた虫殺したの今。兄貴出てきた。待ってーな。虫殺したんやって。さあこのキャラマジなんでこんなおばさんなの。もうババアになりすぎだろ。34歳なんだ。はあまだいけるな。ワットソンなのに家の中で負けるとかマジで恥ずかしくないの？論破されんなよお前。何も言えなくなるなよ。言い返してこいよそこ。死ね。いねえわお前。最終手段やって。お前レース以外使うなお前は。勝利の顔です。レース以外使うな。レース以外使う無理だろうお前。レース以外使うなってミラージュ。いねえんだよもう。レースっていうレース以外のレースっていうキャラの名前のやついねえんだよ。レースならレースカーテン開けてレースしてレースしようよ。お前らそんな強い、そんな長いの？10分50分。はい、50分10分。10分50分。はい、50分。10分50分。それじゃあしりとりゲーム、かわいいものしりとり。逆さしよう。OK。 かわいくない。罰ゲーム、誰でも笑う一発ギャグ。ゲンゲンがくしゃみを3日間飯肉かお前は。ガッガッガガガガガここはどこ、砲台買います。キショイねお前本当に。一生その面見せんな。見せてないですけど。ハリケンさん、何ですか？セル落ちてました。いりません。いや、あの報告です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、もう考えて喋りたい。ダメだ、脊髄くんがお喜びで。どうもおはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうか選挙では清木アリケンに一票をよろしくお願いします。ありがとうございます。清木アリケンってなんだよ。自分で言っちゃってるじゃん、清木。悪のアリケンがいるんだよ。清木アリケンのように。戦ってんだよ。アリゾンさんですか？はい、どうもアリゾンです。外国ですか？行ったことないです。あ、でも韓国あります。はい。あ、韓国って外国なんですか？知らなかった。はい、そうなんだ。エピックスですか？いや、勝ちたいですね。え、勝てるなら、え、勝てるんですか僕たち。わからないですね。あ、そうですね。それそうだ。お前、やらせといて、無視は怖い。カッ、ホープ、ショットガンのスコープがいる。ザンギ、急に喋らなくなるやん、マジで。ザンギ？あ、喋る。メンヘラになるな。バックパックを発見。レベル2だ。めちゃくちゃメンヘラやんて。あー、あー美味しい。あ、うわ、え、新進作いっぱいない。あ、助けに行った俺が間違いだったわ。アリケン、オペレでよく書かれるこの神ってなんなんこれ。それ最初のあれであるんよ、うん、定型文みたいなやつ。
すっごい神神神神言われてるから俺ほんまに神だったんかと思った。ナイス。来た来た。オッケー。遠くなってきたら撃たれてる。待て待て待て。カバーが間に合ってれば。ロー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 。弾がないよ。全部倒したんだけど。待って動くよ。あ、いる。待て、ワンダー。ナイス。それ本当に戦おうとしてる？本当に来たところ戦ってた。倒した倒した倒した。ナイス？まだいるまだいるよ。やっと勝てた。ん？何ここ？そう、あれ、あのスカルタグ消えたんよ。なんか EMP 発動した気がした。じゃあ敵いる。これ落ちたしね。ねえ、どっこれ。何言われてる？もう言われればもう全部できるよ。もうノリで全部いけちゃうから。桜とか。ええ、ちょっとごめん、全然聞こえなかった。何？桜井とかひろ。桜井です。高橋さん1万円、目覚ますために踊ってください。了解です。誰だ、コメント欄ロケランで自爆して死にそう。上にロケラン打ってもらっていいですか？オッケー。ちょっとダメ。です。しかしここでサルジーさんエディットして
え、で、そして、少し動こうとしたがやめた。やめましたね、これは。さあ、でも、アンチが来ても山の上なのでね。山の上のやつら全員倒せばどうにかなるんで、サルジさん、ここは一歩も動かない。さあ、これが強者の、強者のね、これはなんて言うんだろうな。あれですよね、本当に、石ですよね、石、本当に。頑固というかね、本当、絶対勝つんだという気持ちが、とても私、伝わって、